生田神社の西、反対側に神戸サウナが見えます。うまいあん、ここのおかみ、あこさんに知り合ったのは10日前です。ジンと紅茶の店、そこで偶然に知り合いました。不思議なご縁です。魚料理がとても美味しいと聞いてきました。大将入ってみえの？え？大将入ってみえ。大将は入ってもらえるんですけど、大将の今なんか山の上にいっぱい出してますけど、いいですか？大工もちょっと考えてみて。YouTuber。ほんまに。で、大学生。大学生。ただいま大学生。料理界で大谷翔平なんて。面白い天井や。次出しよう。はい。こんな早く来れるとは思わなかった。ねえ、私もびっくりした。え、店が他にもあるの？はい、他にも店が。これ甘ガレーです。ポン酢をおろして召し上がってください。で、イカとマグロとサワラね、ちょっとだけ皮をあぶってます。で、ごめんなさい、これだけお刺身じゃないけど、うちで作ってるローストビーフ。マスタード、ディジョンのマスタードなんで、あの、あまり辛くないので。で、タコなんですけど、上に乗ってるのがうちで作ってる梅肉、あの南高梅で梅肉作ってるのね。でその梅肉とうちで調合した土佐醤油とわさびが混ざってて、タコに合うのでちょっと乗せて、苦手やったらちょっとシューッと取ってもらって、うん、あのおろしなんで、うん、乗せてもいいねんけど、乗せてしまう、おろしちょっと乗せてしまう、うん、そのままこうして乗せて、はい、やっておきます。はい、ハーバーの松方ホールの地下、これ持って帰ってみる、あの持って帰ってください、で、あのね、ちゃんとプロ呼んでやりますんで、ここで、いや違います、ここのモズライトカフェって、まあ、80人ぐらい入るところでやるんですけど、へえ、で、ここ僕のバンドなんですよ、うんうん、もうほぼセミプロこいつらバンドも取って、はい、
で彼は土屋土君で関西でトップの売れっ子のキーボード、屋敷隆二さんとかもずっとバーマス、宇崎牛堂、玉三郎さんの楽曲作ったりとかで、でまあまあやりますよ。僕うちのバンドは僕エリック・クラプトン大好きなんでクラプトンしかしません。25 3期から入りまして6時完全撤収の健全なライブやっております。お食事、レストランにステージがついてるっていうところなんで、お食事もできるんで、ランチがてらの。大将、ギターでもいろいろあるんちゃう？ギターですか？ギターの種類。一応10本ぐらい持ってますけど。いやいや、あの何ギターとか言って。あの一応全部持ってます。あ、そうなん。フラットギター、いわゆるナイロイドギター、クラシック系のギターと、いわゆるマーチンとかそういうファンボーサンボーグギターとエリックギター。エリックいうのは、エリック・クラプトンさんというのは両方やるんです。ああ、この次の時は演奏、あ、そう、アコースティック、あ、アコースティック、はいはい。エリックバージョンが5曲ぐらいですかね。ああ、アンコールアンコールいただきです40分くらいです。そこまで言うわ。僕もお付き合いいただければありがたいです。はあ、40分ね。はい。40分じゃ短いんちゃう。アンコール入れてね。いや、まあ、あんまり、あんまりじゃそうかも。それ以上やったら怒れへん。何日か。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。